はいどうも皆様こんにちは、サソリコウモリです。前回に引き続きスーパーマリオ RPG の続きをやっていきます。これをなんとかしようねって話だったわな。確か初代ブッキーがこれで2代目次どれやったっけ、3代目これか。あバカ、確認したでしょう。確認したのにな。てげってげってててげってててげってててて、なあ、初代ブッキーがこれで2代目3代目どっちやったっけな。3代目こいつか、いや最後の6代目がこいつか。あ違うわ、全然違う。パッチつけてるやつモヒカンで、これでこうや。え、あ、あざます。五千ゾルームの鍵、ワンワンみたいなの言うな。うわわわわわ、心が通じ合っているようだ。マリオ、この子が恥ずかしがっている。ちょっと向こうを向いていろ。いいぞ。聞けばこの子はブッキーに噛みついて閉じ込められたらしい。そこで我が輩と一緒に暴れたいそうだが、ワンワンを手に入れた装備やな。おほー、魔力お化けになってるな。うん、じゃあ師匠、ここは飛べへんの。あー分からんて、そんなの。どこに行くんだ。まずはここじゃろ、ここ。上にもなんかあるな。なんもないんかよ、この場所やねん。カエルコイン、隠し要素。あ、で波及、ラッキーね。ラッキーってヨッシーの卵当てゲームね、それ。おい、わからんわからん。あ、でっていう。おお、経験値増えた。なるほどね、そういうことなのか。こっちはめっちゃわわ、敵なんかい。1234ブンって投げる。おーし、ははははん、あははははん、はははん、
本日も快適な乗り心地、自慢の機関車武器96半ふと下を見ればこんなところに先ほどの旅のお方、こんな上まで登ってくれる強靭な足腰をお持ちか。はすごいすごい、簿記の神さんになる娘がマリを助けてという不気味な呪文を唱えている。その意味が理解できぬ今日この頃。もしマリを助けてという意味だと仮定すれば、あなたがマリオだというそんな気がしてならない。故にこれでもいただけ結構です。逃げられてしまったのか、逃げられてしまったのだ。簿記は今多分悲しい。こんな時にふさわしい顔は、ああ、思い出した。まだ俺カエルコインを取り切ってないね。だガード、ラッキー。あ、外した。ライトサーベル、いた。でん、ドロー。大ルームの感じ、うん。なんだこれ、守備ビンシューズ。防御と魔法防御が上がります。素早さが10アップ。守備ビンシューズ、クッパに任せといて。どこがどこに地雷売られてるか全然わからない。これ何？こういうこと？ちっか。セーバーね。カエルコイン、なんだこれ。あ、マリオ、違う、ピーチ。マリオ、ついに来てくれたのね。寂しかった。でもね、開かないでしょ、この扉。ブッキーの呪文がないと開かないみたいなの。どうする？はーんはーんはーん。ブッキーが来たのね。急いでどこかに隠れて、ブッキーが扉を開けるのを待って。見つからないでね。見つからないでね。カーテンの隙間なら自由に動けます。ブッキーに見つからないで頑張って。ああ、足見えるな。ブッキー様、カブトムシはいいですから。すまぬ。さて、天空から花嫁が降ってきた今日この頃、結婚するべきだと思うのだが、いかがだろう諸君、何か言え。ブッキー様、結婚するなら結婚式をするかもしれませんよ。ははーん。この際結婚はどうでもいいが、結婚式は興味深い。ああ、興味深い。故にするべきかもしれない。どうやるんだか。結婚式場で美味しいケーキを食べればバッチリ OK でございます。意外に難しいな。脳裏に不安がよぎ、練習をするべきだ。人形を使ってする。今すぐする。それではこれより結婚式の練習をします。花嫁とブッキー様、幸せそうな顔を心がけて歩いてみてください。
待て、この辺で間違いなくあのマリオが邪魔しに来るはずだ。そこの段取りもきちんとやるべきだ。マリオ人形を探せ。ありませんの一言で納得するような食生活は送っておらん。カーテンの中もちゃんと見るべきだ。セーブしよう。1号、お前が調べるべきだ。危ない。ないです。あ、意外と早いなこいつら。ないですの一言で片付けてしまうのはたやすい。あー、たやすい。2号、貴様も調べるべきだ。危ない。見えてるけど。危な。見つからないの一言で諦めたら3号の出番がなくなってしまう。3号、てめえも調べるべきだ。セーブしよう。怖い。見つかりたくない。ふん。うわー、危ねえ。見えてるけどな。待て、さっきから言おうと思っていたんだが、ボキも参加したい。ああ、終わった。おい、見つけたぞマリオ人形。そっち。あんな遠いところにあっては取れぬ。故に悲しみが襲ってきた。こういう時ボキはどうすべきなのだ。それでは泣くことにする。おお、どこのどなたか存じませんが、見つけてくれてありがとう。多分お礼をすべきだと私は考えたので、これもらえ。ブッキーの守りをもらってやった。あなたに幸せが訪れますように。セーブシャンでもクリアできたな。練習は中止する。もう我慢できん。本当の結婚を開始する。呪文を言うぞ。さそこ。俺のセーブデータの名前やないか。ブッキーの守り、ありがたい反面ちょっと匂う。うわ、めっちゃ火力上がんねんけど。回転シューズ。武器の守り持っとくか。フラワーに、待ちなよ。せっかく来たんだからもっと遊んでいきなよ。俺たちと一緒にさ。恐怖の衝撃。噛みつけ。電撃ビリビリって1個じゃなかったっけ、商品。ああ、なるほどね、あれやわ。3回、超音波。見つけ。いた。キノコの子。
13回がいいところやな。あ、寝ちゃう。弟よ、俺たちの曲芸を見せてやるぞ。ブックブックブー。マリオが寝てしもてるから。クラウンはに弟、あ、一応一緒にダメージ与えられるのかな。ハニーシロップ、ヒラリ流星群、そんなめちゃくちゃ痛くもないか。噛みつけ、サブザム、全然食らってない。キラリ流星、結構痛いなこれ。死ぬ。結晶、キラリ流星、なかなか死なんな。起きた。うわ、おは、絶対寝させられるな。見つけ、防御入った。死んだ。復活。弟よ、俺たちの曲を見せてやるぞ。ブブブブ。モンスター技のパワーが尽きた。うわ、死んだ。兄は死んだ。もういない。あれ、いた。いや、死んだわ。フラワーセット。お、
マリオのレベルが9になりました。大王は物理火力を上げ続ける。何これ。あーねえ、下ろしてくれない？お願い、私を離して。なんだ、うむ、花嫁の姿が見えぬ。ボキも隠れんべすべきなのか。いや、隠れんぼなんてしたくないわ。なんだ、しないのか。では予定通り結婚式をする。この坂道を登れば結婚式場で美味しいケーキがボキの到着を待っている。故に今すぐ行く。いや、結婚式もしたくないわ。お願い、私を離してよ。キャー、マリオ、お願い、助けて。が、マリオ、しまった。ここも練習しておくべきだった。マリオ、お前がここで登場するのは簿記の予定に入っていない。故にルールを決めるべきだと考えたので、今から聞け。今から結婚式場までのひととき、かけっこをして過ごすのだが、マリオは簿記を捕まえてはいけない。では、今からやる。坂道競争です。説明聞きますか？マリオ操作できるのは左右に動くのとジャンプだけです。自分では前や後ろに進めません。ブッカーやタルに当たると後ろに飛ばされますが、うまく上から踏むと大ジャンプして前に進むことができます。タルやブッカーを踏んづけて前に進み、ピーチにタッチするとフラワーがもらえます。それではスタートします。そんなん、もう一回セーブやろう。いった、かわしちゃった。やったー、痛い。うぃー、いた。オッケーオッケー、いいよいいよ。いいよ。全然追いつけ。痛い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 。お、いいよいいよ。痛い痛い痛い。ピーチがもう目の前やのに。ピーチもうそれは当たってるやろ。痛い痛い痛い、ぶつかった。ブッカーに当たるとマジで一番後ろまで下げられるな。痛い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 。全然や、2個しかもらえ。よし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 、何個もらえるんやろな、こういうの。早く。よしよしよし、かわしてしもうた。タルがもう転がってこい。3つか、そんなにやな。フラワーが5個増えた。これ最大何個ぐらい増えんのやろ。メリーマリー村へようこそ。この村の自慢は美しい結婚式場と素晴らしいスイートのあるホテルです。どうぞ素晴らしい滞在を。ヒゲモチョと黒装束、確か式場の方へ。ああ、ぶるってる。セーブしよう。ここでええわ。あんまり欲張りすぎても困るしな。ねえ、あなた、私もスイートに泊まりたい。このホテルはサービスがいいことで評判なんだ。特にスイートが、けどベロボーに高いんだよ、値段が。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どんなご用件でしょうか。物を理解したい。ほほう。伸び伸びパンチグローブ。ワンワンの抜け殻。本物があれば必要なし。ラブラブリング、ラブラブなパワーが溢れ出ています。高いなぁ。
あーお金が、このホテルは素晴らしいの公共、素晴らしいの、素晴らしいの高級感が漂っとるってことか。スーパーハンマーハッピーつなぎ、伸びパンチグロー、しか変わらん。バッチーパンツの方が強いぞ。なんでやねん。それはおかしいやろ。疲れた。大金当てるのにカジノがあるって聞いたから探してるんだけど、むにゃむにゃ。カジノなんかあったら永遠にやり続けるな。いらっしゃいませ。鍵がかかっています。スイートルーム、セーブ、私は写真家、結婚の記念に写真でもいかがです。ブロックないかな。なんてこった、似合いの二人が幸せになれないなんて。キノアンドナンシ、キャー。これからブッキー様の結婚式を取り行うので、入れない。この扉は後ろで押さえているので絶対話しかけないように。何かを我慢しているようです。若い二人を祝おうと遠路はるばる来たのに、やっと結婚式ができると思ったのに、なんてこった。せっかく結婚してここのホテルのスイートに泊まろうと思ってたのに、なんだあのヒゲもじゃ、しかもピーチ姫を連れていたぞ。まさか姫と結婚。変な人が突然やってきて簿記の結婚式を行うべきだ、だって何様だと思っているの。あの人よ、私たちを追い出したのは。こっち行けると思っていたのか。出ちゃった。ここは通さない。亀が押しても通さない。裏口も通れないはず。裏口とは、裏口とは、裏口とは。入れた。結婚式のためにケーキを作っているの。絶対絶対食べてもらうの。今度の花婿はケーキを食べたがっているの。だから一生懸命作るの。なかなかうまそうなケーキやな。待て、お前はマリオに似ているが、扉を押さえているので亀でもヒゲでも入れないはずだ。故にマリオではないのかも。何か言え。いやいや、本物かもしれない。ブッキー様に報告すべきかも。開かない。とりあえず開けないとブッキー様に報告できない。ちょっとこっちへ来い。ここから一緒に走って耐えたりしてください。お願いします。難しいね。息合わんな。え、そんな難しい話。オッケーブッキー様、マリオが来ました。来ましたと言われて慌てるような風呂の入り方はしておらん。とりあえず今すぐ扉を閉めるべきだ。マリオ、マリオが来たのね。こっちを早く助けて。セーブ。もう通さない。でも亀とヒゲだと自信がない。しょうがない。また我が輩の出番が来たようだな。今度は我が輩のグレートパワーと貴様の超弱っちパワーでここを開けるのだ。
難しいね。しゃあ。まあいろいろ落ちたけど、なんか痛い。あ、ない。靴と指輪とブローチと冠を落としちゃった。ブッキー様、ブッキー様。すまぬ。さて諸君、やっと花嫁と結婚式場に到着した今日この頃。ん、花嫁どうした？ん、目がかゆいのか？ん、この水はしょっぱい。ブッキー様、花嫁は泣いているのかもしれませんよ。泣くとしょっぱくと、しょっぱくてまずいな。しごくまずい。しかしなぜこれほどまずいのだ。いえ、花嫁は飾り物を落としてしまった模様です。ははーん、こんなにまずいとケーキもまずい、マリオも来るとなおまずい。もう来てます。ブッキー様、早く飾り物を探して結婚式を進めるべきです。そのうち美味しいケーキも到着するかもしれませんよ。そうするのも悪くない。ではお前らで飾り物を探せ。ブッキー様、ブッキー様は右側です。花嫁が左側です。わざとやってみた。貴様らなぜ練習の時に言わん。ブッキー様、指輪を見つけました。ブローチを見つけました。靴を見つけました。ん？もう一つなかったか。王冠が見つからない。さあ大変、ろうそくが全部つく前にアクセサリーを取り戻してピーチを助けよう。早く助ければいいことがあるかもしれない。これ何、踏むってこと？これどうしたらいいんや。離すのか。王冠どこにあるの。これか。お、飾り物が。しかしどう見ても簿記の目には0個しか見えない。あと4個探すべきだ。冠を見つけた。で、こいつどうしたらいいんだ。これどうしたらいいん。こいつは踏んだらいいのか。でも踏めへんじゃん。え、触んのか。青、残りの1つを見つけるので、これをブッキー様に持っていけ。あ、喋れてよかったんか。お、残りの1つを見つけるので、これをブッキー様に持っていけ。あー、いたいたいた。全部見つけたわ。おう、風邪。しかしよく見ないでも、お前はマリオ。ようやく邪魔しに来たように見えるが、この先僕は考えていない。マリオ、やっと来てくれたのね。いた。なんでクッパがこんなところでマリオと一緒にいるの。ちょっと待って、リセットしていい？ろうそくが全部つききってから喋ってるから、それをなんとかしたい。話すでよかったんや。踏むもんやと思ってた。貴様の岩っぱっち。よし、ちょっと急ごう。カットカットカット。っていうか、こいつピーチ姫の涙を舐めるという暴挙に出てるぞ。オッケーオッケー。お前、よしよしよし、見けた。早い。おお、飾り物だ。しかしよく見ないでもお前はマリオ。ようやく邪魔しに来たように見える。この先僕は考えていない。マリオ、やっと来てくれたのね。で、なんでクッパがこんなとこにマリオと一緒にいるの。まあ我が輩にもいろいろ複雑な事情があるのだ。でもマリオのそばにいれば安心ね。はい、いつものお礼よ。いつものお礼。マリオだけとはずるいぞ。今回は我が輩にもお礼をよこせ。ん、その戯れ方は誠に興味深い。簿記も入れるべきだ。もう何が何だかわからなくなってきたわ。とりあえずマリオ、はい。やったぜ。やったぜ。
このむっちりした感触。マリオはかなってる。クッパがゲッ。あらあら、みんな仲がいいのね。マリオありがとう。さあ一緒にキノコ城へ帰りましょう。大臣が心配しているわ。クッパがかわいそう。大変大変、お待たせしたの。おいしいおいしいケーキが完成したの。早速届けに来たの。新郎新婦はどこ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 。ああ、花嫁がいないいない。花嫁を連れてっちゃうの。そしたらケーキが食べてもらえないの。ああそんなのダメ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 なの。いた。ケーキが殴れるんやけど。ほら、全然食らわへん。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。ダメなの、ダメなの、ダメなの。そんな不吉なケーキなんてぶっ壊してやろう。電撃ビリビリが全く効いてないんだ。いた、ソフトタッチ。痛い痛い。いきなり何をするの。コック長、動いたの。今ケーキ動いたの。動いていないじゃないの。びっくりさせないでほしいの。おかしい、おかしいの。ダメなの。痛い痛い。今度は何なの。コック長、動いたの。今ケーキ動いたの。まだ言うの。ほんとほんと、僕嘘言わないの。どれ、ほら動いてないじゃないの。ひゃっ、ケーキが動いたの。逃げるの。僕が言ったの、ホットだったの。おお、ケーキが。ポコスが殴ってろうそくの火を消そう。サブザム、いた。わあすごいダメージ。失敗した。おお、2連続。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。ああ失敗した。ダイヤモンドカッター。わあ、クッパ大王がすごいダメージ食らってる。3、4、5、6、7、8、9。10回しか増えんかった。
サブザム。お前自分でなんか、あ、ちょっと待って、砂嵐。あいつ HP 回復してね。あ、全然ですわ。これしかないです。お、あと1個や。ろうそく。消えた。回復シャワー完結せ。あー、まだヒート持って持てるやん。あいで。お、突然だがちょっと待つべきだ。これはブッキー様に食べられる大事なケーキ。勝手に食べられては顔に泥を塗られてしまう。おい、1号、おいしいケーキとはどこのどれだ。ブッキー様、ブッキー様、あなた様の足元に存在する物体が 70% の確率でケーキだと思われます。ははーん、東大元暮らしとはこのことか。さて諸君、これからが大変だ。どうやってこのケーキを食えば一番うまいか。簿記は煮て食うのがいいと思われる。2号、なんとか言え。煮て食うのもとろりとしてうまいと思いますが、ケーキは一気に一口で食べるのが礼儀です。何、一口で食べろとおっしゃるのか。結婚すると一言で言うのはたやすい。実行するのは命がけ。さあブッキー様、神聖な儀式を始めますので後ろに下がって口を上げてください。何やら緊張してまいりました。今の心境を語るなら、バンジージャンプの最中に紐をつけ忘れた時の気分に似ている。ケーキ、いきます。ちょっと待て、今ケーキのやつら、やつ動かなかったか。気のせいです。またもや脳裏に不安がよぎる。ああ、おー
想像をはるかに超える美味しさ。この気持ちを表現するためにとりあえず泣く。ブッキー様おめでとうございます。無事結婚式は終了しました。諸君ありがとう。これで心置きなく帰るとしよう。一体何だったんだよ。マロのレベルが9になりました。はあ、もう散々な目にあったわ。やっと助かったもんね、マリオ。さあ今度こそ帰りましょう。でも私は誰と結婚すべきなのかと思う今日。あら、やだ。でも誰とかしら、結婚するのは。キノコ城のお姫様ピーチが仲間になりました。彼女を無事お城まで連れて帰ろう。よし。時間足りてないとどうなってんやろな。マリオ、あのヒゲモジャは今出ていった。ということは結婚式ができるの。嬉しいねえ。キノ、早く結婚式を挙げてスイートに泊まってあったかい島へ旅行に行きましょう。そうだね。月並みだけどありがとう。皆さん、結婚式を再開します。奥へ行きましょう。虫虫さーて連れて帰るか、姫を。お不思議な感じやな。マリオさんおかえり。姫ただいま。今回はマリオと友達に助けてもらったわ。早速大臣にお知らせしなきゃ。姫もマリオさんも大臣のところへ。もちろんよ。さあマリオ、大臣のところに行きましょう。ひ姫が帰ってこられました。姫よくぞご無事で。みんなには心配かけてごめんなさい。でもマリオのおかげで無事戻ってこられたわ。ささ、ここで話すのもなんでしょう。上へ参りましょう。マリオは改めてお礼を言うわ。本当にありがとう。でも、話してくれる？なぜあなたがクッパと一緒に。クッパ、マリオ殿がまたなぜクッパと。またまたマリオ殿、クッパに変身して今度は何を始めるの。おや？ひえー、大臣、みんなも安心して。今回はマリオがそばにいるじゃない。そうですな。そうそう、クッパもそろそろ説明してちょうだい。あなたが言っていた複雑な事情って何なの。うむ、城が取られたなどと言えない。どうごまかそう。久しぶりです、大臣。ピーチ姫、みんなで説明をします。姫、クッパ、マリオさん、3人を吹き飛ばしたのは地響きの後、クッパ城の上空遥か彼方にあるスターロードを破壊してクッパ城に。ぐさマリオノリノリやん。顔まで真似してる。と刺さった一本の剣だったのです。そしてクッパ城はその剣の持ち主のカジオウと呼ばれる悪者に乗っ取られてしまったのです。だから我が輩は今や宿なし。違う、今から取り返しに行くところなのだが、マリオがどうしてもクッパ軍団に入りたいというのでしょうがなく入れてやったのだ。大丈夫、分かっているわマリオ。でこちらの方、マロさんはなぜマリオと。僕はパパとママを探しているんです。パパとママにふかふかしてもらうためにマリオさんをお手伝いしながら旅をしているのです。まあそれは大変。
早くパパとママに会えるといいわね。でこちらの方はジーノさんはなぜマリオと、僕は家事用に壊されたスターロードの修理人。しかしスターロードを直すためにはスターピースが必要なのさ。スターピース、そうです。どうやらそのスターピースを集めてスターロードを直さないと願い事の叶わない世の中になってしまうらしいのです。まあそれは大変なの？なの？うん、それは例えばピーチ姫がクッパにさらわれた時もマリオが助けに来てくれなくなるかも。それは我が輩にとって都合が良い。そのなんとかを集めるのはやめだ。そんなことになったらクッパ、あなたも自分の城に帰れなくなるんじゃないの？がっ、マリオが来なくなる。我が輩の宿なし生活が終わる。マリオが来なくて宿がある。宿が来なくてマリオがある。ん？とにかくみんなの希望が叶わない世の中なんてごめんだわ。早くスタービースを集めなきゃ。姫、まさか姫は一緒に行こうなんて考えてないでしょうな。この大臣やキノピオたちの心配の種をこれ以上増やさないでください。そうね、ごめんなさい。ひとまず部屋に帰って休みます。ちょっと疲れちゃったみたい。それではマリオ、マロ、ジーノ、そしてクッパ、頑張ってね。どういう顔。さてマリオ殿のおかげで姫も無事帰ってきてこの世は安泰だと思い、もしやひょっとしてこの前城を襲ってきたのも。おお、なんと大臣またまた心配になってきました。姫を連れ帰ってきてくれた上でずうずうしいとは思いますが、その火事王とやらを早くやっつけてください。大臣3度目のお願いです。ピーチ姫を無事送り届けたけれど彼女はキノコ城に残ることになりました。マリオ、ほい、お願い、私も連れて行って。大丈夫、バーヤが手伝ってくれたから私がいないなんて誰も気づいてないの。さあスターピースを探しに行きましょう。でもどこにあるのかしら、見当もつかないわね。マリオさん、こういう時は僕のおじいちゃんカエル仙人に聞いてみるんです。きっと知っているはずです。じゃあ行きましょう。私も頑張るからよろしくね。やっぱりピーチ姫は再び仲間になりました。ピーチの装備なんか何もないやろ。ラブラブドレス、ラブラブリング、ラブラブなパワーが溢れています。さすがに姫をマッパにさせるのは任天堂的にも良くないなって思ったよ。間違えた、ローズタウンじゃない。セーブしたいわ。一回ここら辺で切るか。セーブ地点ここにあったやろ。セーブ、よし。じゃあ今回はここまでということで、ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次回お楽しみください。それでは諸君、サラダバー。